ようやく再会できたな、光の者どもよ。え、もしかしてラバトールの闘技場にいたあいつなの？やっと会えたな。この時を楽しみにしてたぜ。アッティ、まあ貴様は闘技場にいた剣士俺とは関係ないなどと言っていたが、やはり光の者の仲間ではないか。仲間になったんだ。お前との決着をつけるためにはこいつらと一緒の方が何かと都合が良さそうだったからな。さあ行くぞ。ちょっと待って、戦う前にまずはこの人が何者なのかはっきりさせてもらいましょうよ。それと光の者に何の用があるのかも教えてもらおうそう焦るな、今からたっぷりと説明してやるさ。さてまずは私が何者かだが、我が名はヘルムード、闇の一族の最強にして最後の王よ。闇の一族、ジュリエッタが言っていた光の一族と対をなすという者たちのことか。ほう、少しは自分の素性について学んだようだ。ならば貴様ら光の者が我らを不当に虐げてきた歴史についてももちろん知っていようなかつて光の女神と結託した貴様らの先祖は我が一族の主たる闇の竜を追いやった。そしてこの忌々しい世界樹によって封じ込めたのだ。世界は光で満たされた。我が眷属たる魔物たちも人間を襲うことを忘れ、逆に手なずけられてしまった。え？じゃあ魔物はもともと人間を襲う生き物だったってこと？そんなの嘘よ、信じられないわ。魔物だけではない、世界そのものが貴様ら光の者どもに都合がいいように歪められ本来の姿を失っているのだ。私はただ取り戻そうとしているのだよ。闇が解き放たれた真の世界の姿をな。できない、世界中が闇の中にさせるもんですか。おい待てかかったな愚か者だ。これは一体、体が動かない。祭壇は光の一族と闇の一族のみが立ち入れる聖域。それゆえここに罠を仕掛けておいたのだ。これぞ我が闇の腕輪の力よ。光のものを闇に落とすことが世界中を闇に染める唯一の方法なのだ。さあ落ちてゆけ、深き闇に。そんなことさせないぞ。これでも食らえ。何？うわあ！驚かしよって、追いミスライムごときが
光の腕は持っているわけがない。愉快、愉快、実に愉快だ。さあ、光の者よ、肉体と精神を闇に捧げ、世界中の力を喪失させるのだ。世界中が完全に闇に染まり、朽ちるのも時間の問題よ。その時かさ、忌まわしき封印が解かれ、我らの神、闇竜が復活するのだ。最後の力を振り絞って俺を助けたのか。なんかまずい気配がするでガシよ。大変よ、魔物が増えてるみたい。今すぐここを離れましょう。こっちよ、早く。行き止まり、そして、高い。もう戻れないわ。どうすれば。なんとか間に合ったみたい。さあみんな、ここから脱出するわよ。ここから?まさか、飛び降りろと。大丈夫、そういう無茶はしなくて済みそうよ。